不安シントムニオスレンヘルは、スペインマラガ出身の小説家。哲学の博士課程で学び、スペインとイギリスで教師をしていた。アントロポス氏、インスラ氏、クラリン氏、エルパイス氏等に記事を寄せる。著書に、サテニル少年間最優秀短編集部門の最終選考に残った、デメイコニーカワイアルキミア、88ミルレーン。短編選集、パーターベチオネイスと、 フィクションスールを編纂し序文を書いた。同世代の作家のアンソロジー・ペケーニャス・リシステンシースト、シュグロ・トゥエンティー・ワンに作品が収録されている。大ベストセラーになったスペインでは、エルアセシのヒポカーンドリアコ。いくつもの奇病を患い、おまけに、不運の女神に見守られている。殺し屋のワイシは、朝起きるたびに、今日が、人生最後の日になるに違いないと、確信する。 そして、せめて死ぬ前に、依頼された仕事を全うしようと、あの手この手を使って、エドアルド・ブレイストンという男の命を奪おうと、するのだが、不運の女神のご加護もあって、彼の試みはことごとく挫折する。そんなワイシが奮闘する様子が、エマニュエル・カント、ルネ・デドロ、エドガー・アーラン・ポートなど歴史に名を残した著名人を襲った不運や、病などをめぐる短いエピソードを交え、綴られてゆく。 ありがとうございます。